猫一世は、エジプト第26王朝の祖となったさ、イスの王内視統治者。第26王朝に連なるサイスの王として実在が確認されている最初の人物である。猫というのは古代ギリシャ読みで、正確には、ネカウという。猫一世については、もともとアッシリアの文献によって、その存在が知られていたが、 今日ではその知性下のエジプトの記録も発見されている。猫一世は、正式には、紀元前670年頃に、アッシリアの王アシュール・バニパルによって、サイスに封じられたとされるが、すでにそれ以前からエジプトを実行支配していた。マネトの断片的記述によれば、彼の統治は8年間に及んだとされる。猫一世の統治第2年については、 個人所有されている石碑から記録が見つかっており、その内容はオリビエ・パデューによって公表されている。この石碑の記録には、古都、セベニトスに近い現代のベーベーと、エルハガーにあたるペルヘビトにあった、オシリス三神の神殿に、イシスの神官、ヘビトの愛称、偉大な狩猟、イウプトの息子、赤のュが広大な土地を堅牢したことが記されている。諸資料によると、 アッシリアと結んでいた猫一世は、第25王朝最後のファラオであったタヌトアメンを、支持して侵入してきた区首の軍勢によって殺害された。このヌビア勢のナイル川デルタ地方への侵攻は、アッシリアの反抗に遭い、アッシリア勢は上、エジプトへと南進して、テーベを落とし入れた。エジプトを再統一し、ファラオとして、第26王朝を開いたのは、彼の息子である。 プサメティコス一世である。また、その後を継いだ猫二世は、彼の孫にあたる。猫一世は、現在までに証明はされていないもののサイスの王であった可能性があるネケプソスの兄弟であったと考えられている。猫一世は、イステマベトと結婚し、プサメティコス一世とその姉妹たちを設けた。ネカウユニバーシティカレッジロンドン、2011年10月10日。 閲覧。オリビエ・ペルデュ、デステフ・ネーツ・アネクを売れデビューズ・デラ・エクスビー・デューナスティ、クレブル2002、ピアニッシモ、1215から1244、クリスチャン・セッチ・パニー、ナンバーズ・オンセトラ・デエル・アンティック・ワーテ、1991、P153、160、161&162。ありがとうございます。